同じ改革という目標に向かっている同志。今回はテレビを見ていると死んじゃうよーシリーズより、テレビばかり見ていると、テレビだけを見ていると差別主義者、ヘイトスピーカーになっちゃうよーんというお話。平成の大横綱貴乃花が相撲協会を離れました。まあ、一相撲ファンとしてやはり寂しいです。貴乃花が引退を決断せざるを得なかった、その経緯については情報が錯綜しちゃっていますので、未だ真相は藪の中ながら、テレビ報道、とりわけワイドショー、そしてニュース番組も日本相撲協会を体制側として貴乃花親方をパワハラあるいはいじめをしたという構図で報道しています。だがちょっと待ってほしい。貴乃花親方はこの日本相撲協会を変えよう、変化させようとしていた人。一方の日本相撲協会側、協会側はこのルールでいいと思ってやってる人たちなんですね。あえて言うならば、みんなが良かれと思ってやっているルールを変えようっていう人間がいたら、そりゃ厳しい言葉を投げられることもあるでしょうし、プレッシャーがかかることもある。貴乃花自身は有形無形のプレッシャーがかかったみたいなことを言っていますが、例えばですけど、協会側の親方が、最近さ、貴乃花親方に会うと、改革っつってさ、とっ捕まっちゃうと長いんだよね。だから俺さ、今日、裏口からドロンで、なんつってね。これをプレッシャーと貴乃花親方が感じていた可能性もある。つまり、良かれと思っている人たちを変えようとすれば、そこに圧力が生まれたり、まあプレッシャーが生まれたりするのは、ごく自然な話なんですよ。一門に属さないと、今後親方ができないとか、多分あったんだろうなと思います。そもそも、貴乃花一門という特例を認めてもらっておきながら、これか手放しちゃったのは貴乃花なんですね。ざっくりと一連の騒動を見ると、私は貴乃花はとても喧嘩が下手くそだという感想を持ってます。相撲はね、もう希代の横綱だったことはもう間違いない。ところが喧嘩というのは土俵の外でも起こりますし、土俵の中でグーパンチでもいいわけですよ。そもそもルールなんかないのが喧嘩で、ある意味日本相撲協会という体制に喧嘩を売った割には、この喧嘩の仕方が実に下手くそだった。まあそれが貴乃花らしさというところもあるんでしょうが、人の上に立って組織を変えようというには力不足だったのかなと見ています。一方、日本相撲協会を私は擁護などしません。というよりは、日本相撲協会にそもそも期待してないんですね。これは八百長騒動が発覚して、いろんな会合をやって、当時の相撲協会が下した結論が、八百長は過去から現在に至るまで一切ナッシングとかね、言っちゃったんで、まあこれはもうダメだと。はっきり言うと、相撲の世界に八百長はあるんですよ。やばい統計学とか、やばい経済学っていう本の中で、十両陥落とか、幕下陥落とか、瀬戸際に立った力士が7勝7敗で千秋楽、最終日を迎えて、その対戦相手が、その取り組みで負けてもすでに勝ち越しが決まっている力士の場合、この7勝7敗の瀬戸際崖っぷちの力士が勝つ割合というのがとても高いことをデータで証明しています。同じようなことを高橋陽一先生もおっしゃっていました。これを相撲通は人情相撲と言います。負け越して幕下に落ちたらとか、重量陥落したら生活大変だよな。そういえばこいつこの間結婚したばっかりって言ってたよな。ああ、子供が生まれたばかりだと。お母ちゃん入院してるんだとか聞いてたよなって思うと、ふっと力が抜けてしまう。ふっと、ね。これが人情相撲。これは止められないと。あの龍子さんは、もうあるんだと断言していました。いや、そりゃそうですよ。人間がやってることですから。で、何よりも、中本とか注射とか、まあ、人情相撲もそうです。そういう八百長絡みの言葉があるわけです。で、何よりも、ガチンコ。ガチンコ、ね、ガチンコという真剣勝負を指す言葉があるということは、そうでない相撲があるんですよ。相撲協会が本当に八百長、まあ、この場合には悪い八百長ですね。まあ、例えば相撲賭博でですね、負ける方にそそのかされて負けたとか、あるいは100万円くれるから負けたでとか、
こういう悪い八百長を撲滅、廃絶させようとするのであれば、こうした人情相撲というものはあった。あるけれど、力士は心を鬼にして、その人情に張り手を食らわせるぐらい、我々は真剣勝負に取り組んでいきますと言ったのであれば、私は今も相撲協会を信用していたでしょう。ところが、八百長は一切ナッシング。これね、典型的な反省しない人、組織の手口なんですよ。真剣にその物事に向き合うのならば、現実をまず受け入れる。まず受け入れないことには、その新しいものになんか行けっこないんですね。新築物件を建てるときに、土台がもうガタガタのまま、これ放置したままだったら建てた家もグラグラ揺れるわけですね。それが今起こっていることで、相撲協会というこの体制については、まあまあ、期待がナッシング。そういう意味から、貴乃花親方が改革をしようと掲げたことに関しては、密かに応援していました。さて、貴乃花親方が引退し、貴乃花、まあ、あるいは花田浩二さんに戻りました。そして、今、話題となっているのが、貴乃花参議院選出馬。貴乃花本人が、長谷博さんのところにご挨拶に行ったとかっていうんで、もう一気にヒートアップ。10月4日、ゴゴスマ、まあ、TBS 系で放送しているお昼のワイドショー。この番組も相撲協会がパワハラをして貴乃花をいじめている。まあそういう構図で報じていました。ところが、貴乃花が参院選出馬するかもという話題になった瞬間、出演していたテレビコメンテーター、右往左往。同様の色を隠しきれない瞬間を私、まざまざと見せつけられました。というのは、貴乃花の政界進出って実は前からちょろちょろ話には出ていた。貴乃花が野党寄りの発言をしていたとかという記事もあります。ところが、いざ蓋を開けてみると、どうやら自民党から出るかもねという話になっちゃった。貴乃花がやりたいことが日本相撲協会の改革、あるいは相撲の普及であるならば、政権与党であり、盤石のネットワークを持つ自民党に入る方が、貴乃花が望む政策を実現するのにベストな選択なわけです。自民党にとっても、来年の参議院選挙は苦戦が予想されています。貴乃花浩二の名前で選挙に出れば、もうそれだけで40万票、50万票は上積みされると見られています。相撲協会を改革したかった貴乃花と、憲法を変えたい安倍さんというのは、同じ改革という目標に向かっている同志、夢のコラボが実現するわけですよ。ゴゴスマに出ているコメンテーターの大半は、安倍のバーカ、自民党のバーカ、日本のバーカという、まあこんな人たちので、それまで日本相撲協会にいじめられる貴乃花という図式で、貴乃花かわいそうとか言ってた、この貴乃花が自民党から出ちゃうよってなった瞬間、なんかやばいんじゃない、やばいんじゃないとうろたえていた。つまり、貴乃花が何をしたいか、何をやるかではなく、自民党に入っちゃうか入っちゃわないかが一番の関心事。安倍ちゃんか、安倍のバーカかの違いでしかない。これは、ツイッター社がヘイトスピーチと認定する政治信条による差別です。もちろん今に始まったことではなく、ずっと繰り返されていることなのですが、かわいそうな貴乃花ちゃんが自民党に近づいた瞬間、もってなってしまう。彼らは政治信条によって人を差別する差別主義者。はい。テレビを見ていると。テレビだけを見ていると。差別主義者になってしまう時代になったなぁと悲しむ今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。今回もワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。完全勝利席というものが、赤が勝ち、ヤクザが打って赤がいる。あの病気だってあなたに会えたから。